保坂日と世田谷区長が大炎上、PCR 検査で、先日、穂坂世田谷区長が PCR 検査について、誰でもいつでも何度でも受けられるようにすると主張しておりましたが、本日、記者会見にて、このように検査対象は介護施設や保育園、幼稚園、また老人ホームに入所する方に限ると。 まあ、さらに、対象は希望者のみで、検体は自己採取で、プール方式で検査を実施すると、およそ2ヶ月間かかり、検査は1回だけ実施し、予算は2億円以上かかると発表されておられましたが、まあ、こちら、完全に無駄な検査であると断言せざるを得ません。 このプール方式と呼ばれるものは複数の検体を一つに混ぜて検査を行う方式でございますが、まあ、今回ですね検体が自己採取という時点でまともに検体が取れることすらですね保証されない事態に陥っておりますので、まあ、この PCR 検査 感染している方が受けても、議員制が続発する恐れがございます。まあ、例えばですね、感染者が確認された施設の職員や利用者全員に対して検査をするというのであれば、まだ理解はできるんですが、まあ、こちら、感染しているかどうかわからない方々に対して、検査を実施すると。 されておりますので全く意味がないと言わざるを得ません、まあこういった PCR 検査を使って感染拡大を抑え込もうとした場合できれば4日に1回、まあ、最低でも20日に1回は検査をしないと意味がないんじゃないかと見られておりますが、まあ、この保坂さんが主張する PCR 検査 完全に無駄な検査であり、検査体制と医療体制を疲弊させるだけで意味がないどころか、有害な行為であるということが、すでに沖縄県において明確にですね、確認されておりますので、保坂さんには速やかにこの PCR 検査を撤回し、必要な方が迅速に キーシャル検査を受けられる体制を構築していただくように。お願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。